きチャンネルジョン、こんにちは。さあということで、はい、今日はですね、楽天でございます。あ、もう、はい、今日僕はアシスタントで、え、羽生さんがメインで。いや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 、そんな、週間の課題お願いします。いや、分析するのは佐藤さんですから。いやいや、もうそれ知って、詳しいじゃないですか、楽天。いや、だから今日俺はもうアシスタントとして。アシスタントなんですか。はい。でも今あれですよ、この動画スタートする前に、いや見えましたって言ってましたよ。そうそう、見えたけど、別にアシスタントがだからって見えちゃダメなわけじゃないじゃん。これなんですか、じゃあ私がどこが課題だって言って、そう良いんですか、うん、で説明して、はい、どう、もうずっとやってるから分かるでしょ、どういう感じか。まずですね、はい、はい、やっぱりこう一番、まあ、去年からの課題は、うん、先発ですね、うん、先発、まあ、防御率を見ても分かるんですよ、うん、ちょっと私データに先発防御率とリリーフの防御率の違いはないから分かんないんですけど、でも防御率が 3.47 ということで、うん、リーグワーストなんですよね、うんうん、なのでやっぱり先発をどうにかしないといけないというところはあると思うんですよ。もともと下馬評としてはこう揃ってるって言われてたんですけど、うん、なかなかこう貯金を作れるピッチャーっていうのがいなくて、うんうん、でマー君とかも当初もすごい抑えてたけど、打線がなかなか援護がなかったりとか、こう噛み合わなかったなっていうところもあるんですけど。噛み合わなかったですか。もう去年じゃなくて、え、去年のマー君じゃなくて、今年も噛み合わなかったですか。今年も、でも私当初最初良かったんですよ、作ってたんですよ、うん、試合、うん、でもなかなかこういいピッチングしてる時に援護がなかったりとかあったので、うん、まあやっぱりそうですね。あと途中から枚数が足りないっていう時もありましたし、うん、じゃあもうこの金曜日誰投げるのみたいなところとかもあったりだったので、うん、なかなか次のピッチャーが出てこないっていうところもあったので、うんうん、まあやっぱり先発を、来季はルーキーもたくさん取りましたから、うん、先発を揃えるっていうところが一番やっぱ大きいんじゃないですかね。じゃあもう誰外すんですか。外す。で6人誰ですか。ですね、則本投手、マーク、岸投手、うん、でちょっと早川投手が手術したので、うん、ちょっとわからないんですよね、うん、で、まあ、滝中投手、うん、ちょっと去年なかなかね、うん、あれだったんですけどが、まあ、途中から出てきて、でも、まあ、なかなかはまらなかったけど藤井勝投手とか、うん、あと涌井投手は出ていかれちゃったので、あと、まあ、即戦力としたら駒子投手、うん、ルーキーの、うん、っていうとこでいきます。かでも庄司投手はすぐ出てくるのかなっていうと、多分即戦力で考えると駒子投手の方が早いかなっていう気はするんですよね、うんうん、っていうところかな。じゃあほぼほぼ一緒っすね。え、ほぼほぼ一緒っすね、今年と一緒っすね。藤井勝投手がどうなるかが分からないので。そう、じゃあ外します。誰出てくるんですかね、そこはちょっと。アシスタントでちょっと分かんないですよ。そういう立ち位置やめてくださいよ、本当に。いつもそんな感じですよ。いや、そうじゃないです。で、佐藤さんが言ってることに、あ、そうですかって私は言ってる。あ、そうですか、うん、はい、喋ってください。え、楽天ファンがほら、これ里崎さんのチャンネル見てるのにってなりますよ、本当。いや、なんないですね、なんないですよ、大丈夫。袴川さんの意見聞きたいって。いや、袴川さんのお尻も見てるんで意見も聞きたいって。なんでお尻見てるから意見聞きたいんですか。いや、もう全部が知りたいって。いや次は前お願いしますって言ってるかもわかんないじゃん。そうですか。写真集出てますから買ってくださいね。はい、はい、お願いします。でも打率はリーグ2位なんですよ、うん、で、うん、なので悪くないんですよね、うんうん、でも私その単打が多いとかツーベースが多いとかいうデータを持ってないので、うん、ちょっと佐藤さんそこ見てください。アシスタントだからね。はい、ちょっとアシスタント調べて、うん、ツーベースは、はい、ワースト。あ、ワースト、はい、うん、ホームランは3位です。はい、はい、単打の数は3位です。3位、おー、ツーベース増やした方がいいですね。増やした方がいいですか。増やした方がいいですね。もう阪神のパクってるやつ。じゃあ今回、ね、はい、楽天、はい、ね、今からスタートですか。はい、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 今回楽天、はい、はい、いや、スタートで今までのやつを使う。使います。うん、それは使うよ。ほぼ5分も経っちゃってる。いいじゃんね、別に。はい、はい、どうぞお願いします。楽天ですね、はい、やっぱ、まあ、袴田さんも言われたように、うん、もう一番の問題点は、はい、やっぱ先発なのね、うん、
で、まあ、その中で先発ね、防御率、赤間さん言ったように 3.47 で、はい、パ・リーグワースト、うん、でその中でもやっぱ一番ひどいのが先発の防御率が 3.72 と、もうダントツワースト。あ、先発そうなんですね。あの5位が 3.35 のロッテだから、うん、まあ、いわば4部も高いんです、うん、そうなんだ、はい、でじゃあリリーフいいと思いきや、うん、ね、松井裕樹とかもいるから、うん、リリーフいいと思いきやリリーフの防御率が 3.03 と、うん、パ・リーグで4位、うん、あ、そうなんだ。だからリリーフの防御率も、はい、びっくりするぐらいいいわけじゃない、うん、だから全体的にやっぱそこがチームとしてやっぱ今年足かせになったところはもう間違いない、うん、リリーフもうちょっといいと思ってました、うん、他は的に、うん、あの1位が、はい、あの西武の 2.31、 あ、まあそうですね、で2位がソフトバンクの 2.72、うん、で3位がオリックスの 2.96、うん、で3位が4位が西武の 3.03 とかね、はい、でその中で一番考えなきゃいけないところは、うん、もうチームの、ね、問題点はここです。はい、基本塁打123本ダントツの1位です。ホームラン打たれすぎ。そんな打たれたか、ピッチャーが、はい、全体的に、うんうん、でだから失点も多くなるしね、はい、うん、で、クオリティスタート 44.76 は、うん、セリーグ5位です。だから先発がクオリティスタートもできてないっていう、はい、でもよ、うん、援護率が 3.93 と、うん、パ・リーグ2位なのよ。そんな援護してるんですか？ だから援護はめちゃくちゃしてくれてるんだよ。ソフトバンクが1位で 3.98、はい、でそれに次いで2位が 3.93 の楽天、うん、なんと優勝したオリックスは 3.67 だから約2分後 0.25 ポイント、うん、楽天の方が高いのよ。でその分オリックスはピッチャーが抑えてるってことですね。そう、うん、だから要は援護はめちゃくちゃしてくれてんだよ。なんかそこまでめっちゃしたっていう印象なかったな、打線の。でなんか噛み合ってなかったのかな、いいピッチングした時に取ってなくて、なんかちょっと取られたけどいっぱい取るとか。いやだからもう前半は貯金18作ってそれはもう良かったけども、あ、前半はめちゃめちゃ良かった、うん、だからそっからがもう全部得点を取ってもピッチャーが抑えられないになってる。さあそういうところか。先発ボールが 3.72 だからね。でもう踏ん張りきれてないっていう、だからホームランも打たれすぎっていう、はい、でその中でね、うん、まあ、いわば今年のキャッチャーで言えば、楽天住谷ですね、はいはい、でこれ佐藤幸が日刊スポーツでですね、あの投手の捕手の基準ルールを作ろうっていう、うん、あの記事を書いたんだけども、うん、これはまあ別動画でもっとちゃんとやるんだけども、はい、なんとね住谷は、うん、だからキャッチャーのクオリティスタート率、うん、だからまあ、6回3失点だね、うん、で楽天の6回3失点のこれは先発でもリリーフでも、うん、誰が投げても2人で投げても1人投げても3人で投げても6回3失点以内のクオリティスタート率がチームでいうと楽天は 60.8% なの、はい、チームでいうと、うん、でもこれはあの12球団でいうとあの9位なのね。まあまあ低いわけ、はい、それでもね、うん、でも住谷のクオリティスタート率、はい、これは先発だけでもそうだしリリーフも使ってもそう、うんうん、1人でも3人でも住谷が6回まで3失点以内で抑えたパーセンテージが 57.3% だ、はい、っていうことはチーム平均より下回ってるんだよ。あ、だからチームの他のキャッチャーの方がクオリティスタート率がいいってことなの？が出た方がクオリティスタート率がいいってなる。で、住谷はレギュラーなのに、はい、チーム平均、うん、これは各チーム合わせてないからね、うんうん、楽天高の平均が 60.8% なのに、はい、住谷個人の平均が 57.3% と 3.5% 下げてるのよ。へー、これはもう一番の問題。そうですね、レギュラーなのに平均値より下回ってたら、はい、レギュラーの意味ないのね。そうですね、チームの、うん、チームの平均より下だからね。だから他の選手が出た方が、うん、要はクオリティスタート率が高いってなるんだよ、うん、で楽天はチーム全体のクオリティスタート率が一番っていうかあの悪いわけでしょ、はい、へえ。だからそこの住谷の配球とかって、まあ、リードだね、だから指示とかもそうだし、うん、踏まえたのをもうちょっとキャッチャーの住谷もちゃんと改善していかないと、はい、うん、データとして悪い。そうなんだ、なんか意外でした。だからバッテリーがピッチャーだけじゃなくて、はい、キャッチャーの住谷ももうちょっと考えてやんないと、はい、うん、出てる数字が悪すぎる。へえ、
わあ、じゃあそこちょっと課題ですね。そう、だからそこの、まあ、隅田にもちょっと課題、うん、ね、はい、これホームランを打たれすぎっていうところも入ってるかもわかんないから、うん、はい、まあ、ホームランを打たれないようにするにはやっぱ低めをしっかり投げるっていうところが大事になってくるから、うん、中途半端な、ね、制球力っていうところをもうちょっとちゃんとしなきゃいけないけども、うん、だからそこが一番の課題だね。だから打ってんのよ、うん、結局は、まあ、打率は2位ですしね。そう、打率は2位だし、うんうん、援護率っていうところも悪くないし、うん、前半戦すごかったからな、うん、11連勝もありましたしね。そう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 、うん、で、エラーの数も45個と少ないのね、うん、だから要は足引っ張ってないわけ。そう、エラーはすごい少ないんですよ、うん、だから野手は、うん、だから足引っ張ってないけども、うん、負けてるってことはやっぱりピッチャー、はい、バッテリーなんだよね。うん、だからそこをやっぱ改善していかないと、はい、でまあやっぱりね、そのやっぱり右がなかなかいないところで阿部が入ってね。あ、そうですね、うん、で、うん、あのサードの外国人も取ったし、うんうん、あので、まあ、ギッテンスが残留なんだよね、はい、だからまあここら辺の外国人がうまく絡みながら阿部が機能したら、うん、もう打線を向上するからね、はい、だからそこの先ピッチャーがね、うん、どうするかはバッテリーも隅田も含めて改善していかないと、はい、うん、勝てる試合が勝てなくなっちゃうから、うんうん、そこが上に行くためのポイントだね、はい、一番は。わー、そうですね、うんうん、はい、わかりました、はい、これですやっぱりもうピッチャーバッテリーってとこなんですね。そうだね、はい、もうホームランも打たれすぎてるからね、うん、だからそこら辺はそのミーティングも含めてちょっと改善していかないと、うん、はい、ちょっと打たれチームでホームラン打たれるピッチャーいるとしても全体で打たれるのはまずいからね、うん、そうですね、はい、それをちょっと改善したいですね、はい、あとちょっとあの毎年夏場の失速っていうのを本当にこれなんでなんですかね、佐藤さん。いや、だからあれじゃないの、用意ドンから全力疾走するからじゃないの。それしすぎは良くないんですかね。でも勝ちたいじゃないですか。だってそれが疲れてそうなってんだったら問題あるよ、ね、だから疲れさせないように。はい、だって競馬だって逃げ馬で途中でバテてんだったら最初から逃げてんじゃねえよってなるじゃん。あ、そうか、バランスちょっと調整してっていう、うん、それだったらもう最初にもっと休ませながら、うん、はい、選手の入れ替えとか入れ替えをして休ませながら戦っていくしかないじゃんね、うん、できないんだったらね、うんうん、それかその体力が、だってもうそもそも体力低下することによっての技術の低下だから。あ、そっか、そもそもね、はい、で、あ、これ2年連続だ、分析されてとかだと、はい、そう、2年連続前半よくて後半ダメみたいになんないから、うんうん、もう確実に体力の低下だから、はい、その体力を維持できるようなパフォーマンスをしっかりトレーニングコーチをつけて、うん、まあ、つけてると思うけども、はい、もう一回最初からやり直すか、はい、あのそもそも夏場以降に失速しないようにもうちょっと起用するマネジメントを考えて、うん、あの疲れないように、うん、もう出したいけどわざと出さない、はい、っていうところでその体力の低下っていうのを防ぐ、うん、この2つのやり方のどっちかしかないから、はい、これもう毎年同じことしてたらもう本当ね、うん、もうちょっと能力で考えてやらないと、はい、であとはね、うん、中盤ぐらいから、うん、あの石井監督の策、はい、ほぼ裏面に出てたね。スクイズしてもなんかセーフティースクイズしてもホームでアウトになったりとか、うん、はい、うんうん、あのスクイズしたと思ったら空振りで挟まれたりとかフライ上がったりとか、はい、うん、だからもう柵もはまってなかったからね、うん、終盤は、はい、だからそういったところもちょっと改善していかないとっていうところはあるね。はい、はい、だから来年はねちょっと失速をしないようにこう保っていけるようにね、そうマネジメントした方がいいかもかんないね、頑張ってほしいです。休ませるっていうね、はい、はい、